難しいですこれ入んないですなかなか。容器押さえていただいても大丈夫です。はい、はい、これが精一杯です。はい、はい、すいません。
Thank you.
大切なものはそれは何も感じない。
なもの。形さえもないもの、そばにいればそれで全てわかるさ、何よりも大切なもの、何よりも大切なもの。ここまでね、いろいろ雨が降ったり、止んだり、晴れたり、暑くなったりを、繰り返しながらお送りしてまいりましたが、次で最後の曲になります。最後の曲、調子にぴったりの曲なんですが、青と白という曲をお送りしたいと思います。これは犬吠埼灯台のために書いた曲で、犬吠埼灯台の、公式イメージソングということで使っていただいている曲です。この曲にちなんで、今度7月16日海の日祝日に、犬吠埼灯台で、長生学祭 in 犬吠埼灯台というイベントがありますので、海の日恒例のイベントです。こちらでも、1時過ぎから、サルカル登場させていただきますので、ぜひぜひお越しいただければと思います。もう多分ね、海の日は毎年快晴なので、お天気の心配もないかなと思うんですが、楽しみに私たちもしていますので、どうぞまたお会いできたらと思います。最後の曲をお送りします。
しら、あの白いポストに思い込めたあなたへのラブソーディー、ラララ。ほら霧が晴れてゆくよ、今心に風が吹き抜けた、遠く霞む
ルでした。どうもありがとうございました。翌日の休日まだまだ楽しく過ごしてください。ありがとうございます。もう大丈夫です。